大幅な賃上げが相次いでいる春闘について流通や外食の労働組合が加盟する UA 全線は3月末までの集計を発表しパートタイム従業員の賃上げ率が平均で6.11%と高い水準を維持していることを明らかにしました。 UA 全線が発表した3月末までに妥結した労働組合でのパートタイム従業員の平均賃上げ率は6.11%で、先月の集中回答日直後の6.45%からは下がりましたが、去年の同じ時期の5.68%を大きく上回っています。今回のの集計には中小企業の交渉結果も多く含まれていてい イオングループなど大手の賃上げの流れが中小にも広がる傾向が出ています。